どうも、下タ花尾です。本日のテーマは、火葬場の一日の流れ。ということでお話をしていこうかなというふうに思っております。はい。えー、下くんと、火葬場って結局のところ、その一日どんな感じで、その、まあ、お仕事するんですかっていうような、まあ、ご質問が結構ありまして、それのお答えなんですけれども、この質問ってね、あの、すごい難しいんですよ。えー、っと。 難しいってなんですかいやだってゲタちゃんとね君ずっとやってたんだからその一日の流れ説明するぐらい簡単じゃんっていう話なんですけどもこれもね結局のところ仮想場によっ例えば例えばですよファミリーレストランゲタというファミリーレストランとですね、えー、それのなんかライバル会社のねファミリーレストラン花尾っていうのがあったとしましょう。でそうしたら この2つって同じファミリーレストランでも当然のことながらその仕事のね内容一日の流れって全然違うことはすると思うんですよ。だからあの一概にはねあの皆さんまず言えませんよということだけ先にお伝えした上でまあ僕もですねその結構 いくつもの仮想場で働いていましたから、それぞれやっぱり違うんですよね。はい。まあ違うんですけれども、まあその中でなんとなく、まあこんな感じかなというのを組み立てて今からお話をしようかなというふうに思っております。だから全国の仮想場がみんなそうとかでは全く皆さんございませんので、そのあたりだけご留意えお願いいたします。はい。ではですね、まず仮想場、えー、出勤いたします。 でねもう印象的だったのは僕その出勤の時にですね大体いつも同じ時間にいつも同じ道をですね、まあ、通るんですけれども、えー、もう少しでねその、まあ、勤務先のね火葬場に着くかなっていう頃にですねいつもあのおばあちゃんがねえっ、ー、といつもすれ違うんですよ。 で、その時にいつもおばあちゃんが僕にすごいこう、あ,ありがたいやーみたいな感じでしてくれるっていうのね、もう一日はそこから始まるみたいな感じでずっとやっている仮装場がございましたね。はい。で、えー、出勤しましたらですね、もうとにもかくにも、まず掃除。はい。 もうまず掃除ですあの前日のね、えー、就業、まあ、終わってからも掃除してるんですけれども、えー、朝起きたら、えー、朝来たらもうまず掃除をするとねもうその掃除はもう事務所からねその、まあ、お手洗いからでそしてホールからロウラからそして、えー、と駐車場ね、えー、一帯とかもね例えば季節によっては 火葬場の中にですねその結構こうたくさん木を、ね、こう植えているような火葬場もございます。でそういったところだったらやっぱ落ち葉がね、えー、すごい落ちちゃって,てそれをずっとこう毎朝するみたいなね、はい、そういうこともやっておりましたね。で、えー、掃除を、まあ、あらかた終わらせましたら、えー、その時に朝礼をしておりましたね。はいえー、でその朝礼の時には、まあ、例えばねその、えー、何時の何々家様は こここうこううこうなんでとというちょっとそのまあ特筆事項ね特記事項というかそういうのがあったらまあ連絡をすると。でまあえ前日にね何か問題があったりとかえ何かトラブルみたいなことがあればえまあ前日こうこうこうでこういうことがあったんで気をつけましょうねというようなまあそういった朝礼をすると。で朝礼が終わりましたらえ次は受け入れ準備ですねまああの入場とかまあ受け入れとかいうねあのえものなんですけれどもえ僕のいたところのですねある火葬場では だいたい毎日お二人、えー、もしくは多くで3人くらい朝一にいわゆるその身寄りのない方が、えー、まず朝一に来られてましたね、はいまあ。全然そういうのがないところもありますけれども、まあ、ある一つのところはそういうふうに、えー、しておりましたね、まあ。ちなみにその時のね、あのー、お名前ね、えー、なんかすごくあそうなんだっていうの結構ありましたよね、えーまあ、例えば、あのーまあ、命不詳とかね。 お名前が不詳とかだったりとか、えー、もしくはね僕一人ちょっと見たんですけどもね「自称カッッユーっていうのがありまして「ええってい,いや多分これ自称なんだろうな本当にっていうねはいそういうのもありましたし、えー、もしくはですねなんかあの「72郎」みたいなあのおそらくこれ番号なんですよ。はい えー、そういいったのも色々ございましたね、はいまあいろいろあってでその後、えーまあ、普通のね、えー、次は遺族さんもおられてというような形の、えー、入場受け入れお骨上げをやっていくとねでその仮装時間はまあ大体1時間前後で仮装、えー、が終わってから大体まあ30分から1時間くらい冷却、はいまあ、冷却、まあ、空気をね送り込んでその炉を、えー 温度を下げるんですよ例えば仮装が終わってすぐにですね外に出して「はいお骨上げします」ってなったら本当にね何メートルも近づけないぐらいやっぱりもう台がものすごい熱いのでそれでまあだから、えー、大体ですよ大体まあ、えー、来られましたで仮装を開始しましたからの大体2時間前後後にお骨上げみたいな感じで,でそれでこうどん,どん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 やっていくと。 いう感じですねはいでも、あの、件数は本当に仮想版によります。はい。一日の最大がですね、本当数件のところもあれば、えー、十数件のところもあれば、数十件のところもこれございます。はい。で、そんな感じで、え一、ー、日をこなしていくと。で、す、え、べ、ー、てが終わりましたらですね、えー、次は、えもうとにもかくにも、掃除と。はい。これやっておりましたね。はい。まあ、特に、特になんですけれども、その仮想版の中で、要は、あの床がね、結構白っぽい床のところ。 まああの綺麗なんですよ、すごくあのまあ石というかね、石畳というかわかんないですけども。だか綺麗なところで、あの見た目はすごくいいんですけど、皆さん。この床が白かったらですよ、例えば。お骨ね、遺骨のそのちっちゃいかけらとか。落ちてても、気づくにくいと思いませんか。はい、そうなんですよ。あのね、もうパッと見ではわからない。 だからあのまあ、すごくねその、えー、こう一生懸命吐いたりとかですねかなり綺麗にもう結構入念にするんですけれども、えー、それでもですね、えー、たまに歩いていると砂利っていうねはいもうこれはねもう仕方がないだから本当にすごい小さいんですよ多分そのお骨上げの時とかねそういった時にちょっとこう本当の小さな欠片がこう下に落ちちゃったりとかねそういうのがあるんですよ。 それはあのだから本当に入念にするんですよね。で終わってからもそれもバッチリやってだからこそ、えー、朝一もやっぱり同じことをするんですよね。はい。朝一もやっぱりあの床をかなりきれいにすると、えー、いうことをやっておりました。はい。でそのお掃除が終わりましたらまあ施錠とね。でそしてあのまあ何でしょうこれもねうによるんですけれどもまあいわゆるその ガスの元栓みたいなねやつがこの牢一つ一つにあってですね、まあ、それを全部あの閉めて確認するとか、えー、まあ消灯とかねその確認してでそれで解散退社、えー、ということになりますはい、まあ、だから意外とねあのやることはそんなになんですよ別に、えー、ものすごくですね複雑なことをするとかいうことではございませんはいまあ、ただ まあ僕はですよ僕はその例えばお骨上げの時ですとかね遺族さんと接する時に、まあ、やっぱりこうある程度いろんなことをしてた方が遺族さんにとってもですね、まあ、いいだろうということでまあそれでまあ僕はなんとなくこう勉強というまあ、勉強というほどじゃないですけどもまあ、してたっていうだけの話で。 別に、あのー、本当に、そこまでなんでしょう、すごく、えー、知識を一生懸命入れないといけないとか、えー、何か体力的にとか、えー、そのところは別に特にございませんのでね、もう本当に普通の職業でございます。で、しかも、仮装場によってはですよ、えー、僕が働いていた仮装場の中で一つ、あのー、まあ、すごくね、まあ、小規模の仮装場がございましてですね、で、そちらに関しては、えー、例えば朝出勤しました、おはようございます、と、えー、今日どんな感じですか、と、えー、今日は0件です。 はい、これも普通にあります。はい、あの全国各地そういった仮想場も普通にございます。ええと、ゼロ件と。え、じゃあその時ってどうするんですか。え、帰るんですかと。いや、帰りはしないんですよ。はい、あの仮想場に出勤しております。え、じゃあ何してるんですかと。え、ずっと座ってるだけですかと。まあ掃除ですね。はい。だからそういう時はもう本当に普段できないような隅々までね、あの掃除をしたりとか、えー、いうこともやっておりました。 し、まあ、当然のことながらもうゼロ件なんてもうほぼほぼありえないよともう毎日ねあのー、十数件数十件来るよっていう仮想場も僕は働いておりましたけどもね、まあ、そんな感じで仮想場といっても本当にねあの全然、えー、変わってきますのでねはいだからあのー、このいわゆる一、まあ、日の流れどんな感じですかっていうのを聞かれる方はですねまあ基本的には皆さんがそうとは思いません基本的にはなんとなくこの働いてみたいなと。 いう風に思われた方もね、あのいらっしゃると思うんですよ。その質問される方っていうのはね、はい。まあ、だからこそまあ,あの僕も説明させていただくんですけれども、まあ、本当に仮想場によりますので、まあ、これはほんの一例と、えー、して聞いていただいたらなという風に思っております。はい。ということで本日は、えー、仮想場の一日の流れということでお伝えをさせていただきました。ではまた。仮想場機団では皆様からの質問をコメント欄より募集しております。 どどしどしコメントの方お待ちしております。